めちゃくちゃいい時代に小学生でした。土曜日にジャンプ受け取ってるやつが神なんですよ。漫画般若、今回は悠々白書。あー来たいや、ちょっとね、なんで今いきなり誘惑をやるのって話なんですけど、ご存知、ネットフリックスで実写化されるってことで、まあこのタイミングでやりましょうと。この悠々白書が始まった時って90年ぐらいじゃないですか。僕が小学校の5年とか、もうジャンプ全盛期ですよ。もうバリバリですよ。もうみんなもあの頃、ね、同年代のやつだとかみんな分かってると思うけど、もうドラゴンボールあって、ジョジョあって、キャプテン翼あって、永遠にこち亀があって、スラムダンクあってとか、その中でやっぱ誘惑がドコッと出てきて、みんな絶対読んでたと思うんですよ。やっぱ絵もキャッチーだし、絵のタッチからすると可愛いじゃないですか、主人公って。可愛いんだけど、敵の可愛くないやつらとのギャップの差とか、あからさまにそいつ敵だよなっていうやつらが、の敵感がすごいっていう。気持ち悪い妖怪は、まあ、大体死んでいく。あ、イケメンの妖怪は残る。謎めいたやつも残る。残るだろうなって思ったやつは残っていくのがこの時代です、はい、今回読み直してすごい大事なことが一個分かって、主人公がどの漫画の主人公よりもめちゃめちゃまっすぐだと思うんですよね。それがすごく大きいのかなって思うんですよね。まあ途中挫折っぽいのとかもあるけど、こんだけ前を向いて進んでいくっていう主人公が一層でいないんじゃないかな。主人公がいろんな意味で強い時代だったのかもしれないですね。やっぱりサブキャラがやっぱりこう脇も同じぐらいのその力で進んでいくっていう漫画が多いじゃないですか、まあ、ここって4人いるじゃないですか。ユースケ、桑原、クラマ、ヒエっていうところが、まあ、ここは本当セットというかいいバランスになってくなっていう。でもやっぱりユースケが突出してるというか、気持ちがすごく強いっていう。ちなみにユースケって探偵なんですよね。ちょ、ごめんなさい、何してんのって話なんですけど、そもそもいきなり車にひかれて死んだっていうところから始まって、一応職業は探偵なんですよね。この中でですか、あれじゃないですか、やっぱりヒエ、クラマが人気あったんじゃないですか。単純にヒエ出てきた時にベジータ感を感じてて、クラマ出てきた時にジョジョの第3部の華僑院を感じていてとか、やっぱなんかあるじゃないですか。まあまあまあ、そこは人気出ますよねっていう。桑原はその中でリアルな感じだったんですよね、多分。やっぱちょっとヤンキーで、まあ、つか主人公もヤンキーで、なんなら結構ヤンキー気質なね、世界観がやっぱりあるんで。でもヤンキーに、え、幽霊みたいな、妖怪、え、っていう、そこのバランスがやっぱこんだけ人を魅了したのかなって思いますね。まあまあ順を追っていきますか。もう手っ取り早く、でも手っ取り早く言うとやっぱりトグロですよ。トグロ、まあ兄弟でいるじゃないですか。弟に関しては絶対に、まあ、ブラックレインの松田優作さんじゃないですか、あれ。間違いなくあの喋り方とかも、いや絶対それモデルでしょっていう。まあだいぶ癖あるのが出てきたじゃないですか、まあ、もちろん他にもね、いろいろいるじゃないですか。インパクト残るやつもいるし、やっぱ誰が好きかって言われちゃうと、本当分かりやすいクソジジイみたいな金持ったタルカネさんでしたっけ、これ。今思うとこいつとか最高ですよね。なんでそんなに金持ってるやつがそんなに汚く描かれてんだっていうぐらい、タルカネゴンゾーさんですね。宝石商、これでも人間だって書いてありますから。この人はいいキャラしてますね、本当に。ヒエの妹を監禁してるんですよ。ヒエの妹が、あのね、泣くと比類石っていう宝石をその涙として出すっていうんで監禁してるっていう、まあ、ちゃんと裏エピソードもありますよね。ヒエは妹を探してるけどとかで、桑原は妹、その妹に惚れていてとか、まあこのみんなの力がやっぱり徐々にレベルアップしていくんだなっていうような戦いですよね。
トーナメント、まああるあるっちゃあるあるなのかもしれないですけどね、トーナメントだらけでしたね。トーナメントですね。あと操られてるやつがいたじゃないですか、ドクター一垣チーム、行かれた医者に操られてるやつら3人の悲しいやつらとか、血の涙を流しながら戦ってるとか、敵はえぐいやつらがたくさんいますよね。で風使いのジン出てきたりとか、このジンみたいな感じのこのキャラクターって当時いましたよね。こんな感じの結構主人公気質のやつですよね。いや俺それ言おうとしたんですよ、美しい的岡鈴木さんですよね。俺結構一番トップレベルで好きですね、美しい的岡鈴木さんですよ、ね、あの人は結構伝説だと思ってますね。美しい的岡鈴木さん実写化されるんですかね、超気になってるんですよね。ちゃんと美しい的岡鈴木さんまで入れないとダメですね。裏おとぎチームなんですよ、裏おとぎチーム。これ面白いですよね、やっぱおとぎ話のやつらがキャラになってるっていうのはすごい面白いなって思いました。まああとやっぱ幽遊白書で欠かせないのは、まあ、限界じゃないですか。このばあさんが最強レベルで強かったっていう、そして力を上げると若返って美しくなるっていう、でトグロとのね、なんかこう昔なんか、あそうなの、色恋あったのみたいな、ちょっと色恋あったのみたいなの結構あるじゃないですか、なんでそう匂わすみたいな。トグロチームほんかっこいいじゃないですか。ルイとカラスか、カラスがめちゃめちゃかっこいいですよね。俺あの V が初めて戦う時の V 選手 VS キレンジャ選手のこの時にキレンジャがでかい刀持ってくるんですよね、すごい巨大な剣を持ってきた次のページで家みたいな斧を持ってくるんですよ。これことかもう爆笑じゃないですか。まあやっぱりトグロの兄貴の戦い方、なんか2人生き残っててどちらか1人だけ生かしてやるという約束しようっていう、ここ結構有名なとこだと思うんですけど、誰がお前などにここで俺を殺さないといつかお前を殺しに行くぜっていうやつと、助けてくれみたいな命だけはっつって、これで決まったな、俺たちは見苦しいものが嫌いだっつって命乞いしてるやつを殺して、ただ俺と弟で決定的に違うところがある、俺はよく約束を破る、やはりお前も死ねっつって結局二人とも殺してるんですよね。これがやっぱりトグロ兄なんだなっていう。トグロ弟に関してはやっぱりちょっと筋肉どんなステロイド打ったらこうなんだろうっていうことになりますね。もうユーザーです、確定ですよ。当時のトグロチーム無理ですよね、勝てるわけがないじゃん、関わりたくないよっていう。このカラスみたいな人ってなんかちょっといそうだけど、職質の的じゃないですか。まあでもやっぱこのクラマがね、やっぱ陽子に変わる瞬間とか なってました、なったよみたいな感じ、え、これが伝説のみたいな。やっぱみんな話になりましたよね。俺めちゃくちゃ好きなシーンあって、これでいう9巻のあちょうど100話なんですけど、何気ないシーンなんですけど、暴れちゃってヒエがこのスタジアムが壊れちゃったんですよね。ヒエがパッと目覚めるんですよ。で俺は何時間寝てたと、でクラマが6時間ほどと、大会は桑原とユウスケはまだ戦ってませんよ、何どういうことだ、あなたが寝てる間にトグロがちょっとしたパフォーマンスをやったんですよ、前の闘技場からリングを運んできただと、黒竜派と書いていいものを見せてもらったお礼だそうですよつってる、運んでるこのトグロの絵が俺の中で超ギャグなんですよ。これ超面白くないですか。俺幽遊白書の中でこのシーンが実は一番好きなんですよ。待ち受けにしてもいいぐらい俺の中でやばいっす。しかも それを真面目な顔して話してるヒエとクラマも結構やばいんですよ。前の闘技場からリングを運んできただととか言ってるんですよ。めちゃくちゃギャグですね、ここレベル高いです、だいぶレベル高いですね。トグロも一番最後、まあ、トグロも死んで霊界コエンマニのとこで、まあ、格闘家としての功績を考えればお前は比較的軽い地獄の罪に済むのだぞというのに対して、地獄の中でも最も過酷な妙獄界の恐ろしさが分かっているのか、あらゆる苦痛を1万年かけて与え続け、それを1万回繰り返す、その後に待っているのは完全な無駄、
もう決めたことだ、変える気はない。お前どうすんのっていうあるじゃないですか。こことかもすごいなと思いましたね。出たみたいな。ドラゴンボールでラディッツかなんか出てきたときに、あいつはクズだみたいなこと言われて、いや、あんなに死にかけたのにあいつクズなんだみたいな絶望を叩きつけるのがやっぱ少年ジャンプじゃないですか。この戦い自体が、このトーナメントが主役はトグロなんじゃないかなと思ってます。圧倒的に強くて、強い部分と最後に見せるなんかちょっと人間臭い部分だったりとかっていうところがやっぱ魅力なんじゃないですか。でトーナメント終わって日常に戻って、今度はまた始まるじゃないですか。ちょっと戦い方が変わるところがあるじゃないですか。これ好きなんですよ俺。この家に入ったものは決して熱いとは言ってはいけない、もし言えばっていう、これがやっぱ後々のその領域とかそういうのに結構きっかけになってくるなっていう、その現代の、これは30年前ですけど、現代の有名な漫画の何かになってきてるなって俺は思ってて、ただ強いだけじゃないっていう、その駆け引きだったりとか、カイトーってやつが、このオタクっぽいやつが出てくるんですけど、能力名がキンクと書いてタブー、彼のテリトリー内では暴力行為ができない、彼のテリトリー内でタブーを言うと魂を取られてしまう、テリトリーは最大半径10メートル、かっこ出入り自由である。あれみたいな、ただのこの1対1とかの力と力の戦いじゃなくなってくる、ここがなんか深みが増してったのかなっていう。俺も最初どういうことって思ったんですけど、今思い返してみると結構ここが重要だったのかみたいなのが出てきますね。分岐点だったのかもしれないですよね。ジョジョはまた別ですよ。ジョジョはまた別でやっぱ波紋とかから始まってるんで、あれスタンド能力ですけど、やっぱ念能力はこれが初なんじゃないかなっていう。クラマと戦うじゃないですか、カイトーが。この戦いがすごく面白いなと思ったのが、タブーは一文字、ただし1分ごとに増えていく、最初はあ、その次はい、1分ごとにあいうえお順にタブーが増えていく、使える文字が一つずつ消えていくっていう、なんだその戦いっていうのをやるじゃないですか。すごいっすよ。最後単純に驚かしてギャーっつって終わっちゃうんですけど、オチはどうしようもないけど面白いですよね。そして次の、ね、相手は霊界探偵の先輩である潜水なんですよね。潜水なんですよ。そんで僕がもう前からこの幽遊白書を通じてすごく感じていたことが描かれてるのがこの辺からになるのかなって思うのが、潜水という人間がなんでその戦わなきゃいけなくなったか、悪になったかという、まあ、魔界に通じたトンネルを塞げという指令内容で、まあ、潜水とはパートナーのイツキ、まあ、イツキって出てくるんですけど、まだね生きていた左京が敵だったのか、まあ向かったんですよね。当時左京が雇っていた妖怪はトグロ兄弟と比べ物にならないほど弱い連中だった。吸収は成功し、左京をはじめとする組織の幹部はあと一歩というところまで追い詰めた。しかしその途中、潜水は見てはならないものを見た。人間の極悪の極みとも言える営み、この世とは思えぬ悪の宴だという。そこで潜水が見たものは自分が持っていた価値観とは全く逆のもの、人間が欲望のままに妖怪を食い物にしているという光景だった。そこで潜水はもうぶっ壊れてしまうっていう、すげえなんか人間が汚いっていう表現をなんかすごい出してんなっていうのを、まあ当時小学生の、まあ、高学年の俺には感じたんですよね。やっぱ読み返してみてもそれはあんまり変わることがなくてっていうような、でもある意味それも別に間違ってはないのかなとは思うし、先生は人間全てに罪の償いを求めようとしているっていう、まあ、言葉では言えないようなその見てはいけないものっていうのが本当絵で見るととんでもないことが描かれてるんですけど、まあだから先輩と後輩の戦いになってくるんですよね。そこもめちゃめちゃ面白いなと。まあ、あと潜水二重人格、人格が何個かあったみたいなくだりとか、ここもねやっぱ当時そんなのなかったんで面白いなって思いましたね。いろんなやっぱり新しい見たことのないものがやっぱりたくさんあるのが幽遊白書かなって、不思議なんですよね。
うん、単純に今見ても熱い部分はすごい熱いし、まあ、主人公が熱いから、でもなんつったらいいんですかね、こう冷めてるような描写もたくさんあるし、かといって絵は綺麗でっていうところが全部のバランスが絶妙なんだなって改めて思いますね。先生は実はもう病気だと、でもう半月ぐらいしか生きれない、本当は魔界で死にたかった、で次こそ魔族に生まれますようにっつって静かに、で最後は五木と消えるんですよね。ちょっとここもなんかあれお前たちできてるのみたいな描写になるんですよ。実はなんかやっぱちょいちょいあるなっていう、そういうのが色恋があるなって思いますね。で最終的に舞台は魔界に行くじゃないですか。ここでなんとユウスケの親父っていうのがとんでもないやつがいて、まあ、魔界に来いと、でなんか三大派閥なんですよね、まあ、その三大派閥がずっとこう均衡が保たれてたんだけど、ユウスケの親父名前なんでしたっけ、ライゼン、そうライゼンがもう瀕死の状態になって、もう腹がずっと減ってるけど人間は食べないと、でライゼンとムクロとヨミ、そうヨミだヨミ、この3つでライゼンが多分死んだ瞬間にここ2つがもうドゴンみたいな、多分もう全部崩れるから、ムクロがヒエをヘッドハンティングして、でヨミはクラマをヘッドハンティングしに来てっていうようなすごい展開ですよね。親父は死にそうだけどまだ強いと、こっからの戦いってすごいですよね、命のやり取りみたいな、なんか全部がぶっ壊れていくみたいな感じですもんね。でまさかのこの魔界でまたまたトーナメントみたいなことするじゃないですか。お前らなんでトーナメントそんな好きなのっていうことするじゃないですか。もうみんな普通の、じゃあ俺も選手として出るみたいな感じで、ヨミとかもみんな出るじゃないですか、ムクロとかも。でそこになんかライゼンのと一緒になんか戦ってたみたいな、なんかおじさんとか来るじゃないですか、延期で。このトーナメント延期が勝っちゃうんですよね。延期が勝つのって思ったんですよ、みんな思ったじゃないですか。なんか最後この描写だと、最後ユウスケがヨミと戦って熱くなる次週みたいなところでいきなり現代に戻ってるんですよ。で俺最初当時これ多分みんなそうだと思うんですけど、え何があったのって感覚になったと思うんですよ。え、バグったみたいな、図書館みたいなとこで桑原と鞍馬が勉強してるところから始まるんですよ。でやっぱ魔界広いわみたいな感じの話から、え戦いはって、その後ただの語りに入るんですよね。なんじゃそりゃみたいな感じじゃないですか。 なんかやっぱ不思議というか、こうつかめないんですよね。スルッとすり抜けていくみたいなことするじゃないですか、この人、この冨樫先生。ここなんだよな、実際そうじゃないですか、ハンターハンターだって俺らずっと待てされてんですよ、ずっとですよ1日2日じゃないんだよ、何年経ったと思ってんだみたいなのあるじゃないですか。やっぱその片鱗あるんですよこの人。まあでも面白いんですよ、最後も不思議な終わり方してるし、なんかあんま誰も傷ついてない終わり方するんですよね。限界がね、やっぱばあさんがね、まあ亡くなっちゃってっていうようなところはあるんですけど、やっぱ不思議なんだよな。普通そのね、この魔界の話だってもうなんならみんな死にまくるだろうっていうようなこう予想をさせられるじゃないですか、こっちは。じゃなくてめちゃくちゃ短くなかったっていう、魔界入ってからあんまやっぱつかめず終わるというか、面白いけど不思議なんだよなとか、たくさんのハテナがあるけど楽しいなっていうのはあるのが幽遊白書かなって思いますね。でもそれって俺らがジャンプ読んでる時にこっちはドラゴンボール熱くてとか、そうなんかもうすげえ熱い漫画がたくさんある中で、この不思議さがあんまりなかったから受けたのかもしれないし、本当に絶妙なタイミングで来たんだなって感じがしますね。めちゃくちゃいい時代に小学生でした、本当に。いやもうあれですよ、土曜日にジャンプ買うやつは、ゲトってるやつが神なんですよ。月曜じゃないですか、月曜なんですよ。土曜にもうゲットしたやつは本当に神で、損壊しネタバレだけはさせるなみたいな、言ったやつがいて、
俺土曜読んでなくて月曜の人間だから月曜の朝言われてやっぱもう殴り合いの喧嘩みたいな、何で言うんだよみたいななるじゃないですか。で今度土、まあ、地元で土曜日に売ってるところは知ってたんですよ。したら全然違うところ木曜に売ってるみたいな、嘘でしょみたいな話とか。だけど土曜に読んでがっついてわすげえみたいに なっててもあれ結局待つ時間って一緒なんだよなみたいなのにやっぱり気づくんですよこっちも。でもそのくらいこの時の、まあ、少年ジャンプはまあすごかったっすね。はい、男塾も、はい、男塾はいつかやりましょうやっぱ語りたいですね、本当に語りたいですね、はい、ということで今回は悠々白書を紹介しました。みんなのこの悠々白書のおすすめのエピソードがあればコメント欄で教えてください。今回はね結構スペシャルな内容だったと思うんで、まあ実写化も楽しみです。それではまた次回、漫画般若でした。ありがとうございました。